マスリ旅録福山です。九州山地上陸しました。本流筋ですよね。結構水量も多くて川幅も結構あってね、すごく状況いいんじゃないでしょうか。ずっと雨のね、天気を見ながらいつ九州入れるかどうかずっと探ってたんですけど、まあ本当にいいタイミングで入れたと思います。でちょっと、ね、本流なんで、遠投必要なんでスピニングできました。でこのままこの川筋の最上流まで、またベイトに変えて釣り上がろうかなと思います。まあ午前中里川入ってたんですけど、そこでもいいチョークあったんですけど、やっぱり九州すごいですね、ポテンシャルが。ヤマメ素晴らしいです。まあすごくいいの取れたんで、釣ってるかな、もう泣き尺ですよね。もう尺に近い状態ですよね。尺ぐらいあるかな。素晴らしいですね、チョーク。まあ引き続き午後からこれ釣り上がってみます。最上流まで行けたら行ってみます。ではでは。ナイス、ヤマメ。いいエノハですね。ありがとう。
石山ね。いいね、いいサイズ。いいサイズ、いいね。何もいるね。ナイス山ね。すごい、これはいい山根だ。いったいったいった、いいね、いいサイズ。いいね、山岳ヤマメ。相当サイズもいい。これはいいぞ。ナイスランディング。うわ、綺麗、すごい。いったいった、おー、いい山ね。わー、すごいね、いい山ね。素晴らしい、いい山根ですね。綺麗。ちょっと水がね、乳白色なんですけど、山根も若干ちょっと乳白色入ってますね。かっこいい。ありがとう。いったいった、でかい。ナイス山ね、いいサイズ。山岳山ですね。ちょっとマッディウォーターなんで、マットタイガー来ます。46ミリアピール強めの。イレグイですね。100匹ぐらい釣ってますね、これ。とんでもないですね。山根、
We are cold.いい山目、山岳山目ですね。素晴らしい。ナイス山目。結構この軽装ですけども、水温は意外と暖かいんですよね。もう少し水温意外とあったかい、20度超えてるもんね。そんなあったかいんだ。さすが九州ですよね。でもこの系統だからね、ヤマメなんでしょうね。この水温だから冬穴ですもんね。24度、相当あったかいですよね。活性の高さ、皆さんおはようございます。マッスリー旅福山です。九州山地上陸しています。初日だけちょっとね、本当実績ある自分の中でポイントで強化委員が取れたんで、あとは全て、昨日まで5日間、全てリサーチの、釣りでした。ポイント探ってはね、本当体系して、魚影あるない、あと水質であったり地形であったり、そこにいる魚のサイズ感全てこうリサーチしながら、まともに釣り上がるっていうよりも本当ポイントポイントでひたすら打っていくような釣りだったんで、その中で残りあと2日間、実質2日半なんですけど、上流ですよね主に、ちょっとその中でも探ってきた、20から30ぐらいのポイントですかね。渓流枝沢合わすと、その中でも、ちょっとお気に入りのところに戻ってきて、残り最終ちょっと釣りでしっかりと釣りをやろうかなっていうところです。今午前中なんですけど、この沢結構こう陰っててね、ここ日当たってるんですけど、上流になるとリサーチした中では結構だんだんのね、ほんと象形になってくるんですけど、岩場の釣りになってくるんですけど、意外とすごく魚濃かったんで、ちょっと1日やってみようと思います。ずっとバンダム使ったんですけど、久々に2500と、ドットは 5.3 フィートハンプバンですね。あとルアーはいつも通りハンプバックの46ミリの、今回はチャートバックですね。ちょっと1日やってみます。ではThank you.
あ、本当すごいすごい魚の量ですね。ほう、おー、きれい、山岳山のですね。いっぱいいっぱい、山岳ヤマメですね。ほい、いった、いいね、いいサイズが出ました。でかいのもいますね。素晴らしい、綺麗、最高に綺麗。いいサイズですよ。めちゃくちゃ綺麗。山岳ならではですよね。おい。ありがとう。ずっとバンダム使ってなくて2500、やっぱレスポンスいいっすね。アベイルフィッシュ。おお、でかいねこいつ。これはでかいね。何だったんだろう今。すごいでかいのが出てきましたね。相当でかかったぞ今。いった、やっと。いいね、いいサイズ。ナイス山の、いいサイズ。山の、ありがとう。いった、いいね、でかいねこれ。いいヤマメ、いった、
でかいぞ。これはでかい。これはでかいね。がっちり腹筋してる。ああ、ショックあるね。これはでかい。ああ、でかいね。ナイスヤマメ。最高、山岳ヤマメ。でかいね。いいサイズ。ナイスヤマメ。いいサイズですね。ほんと濃いな、ここ。ありがとう。ちょっと行った。あー、バレた。なんだ。ほんと行った。あー、切れた。ヒットしてた。いやー、スーパーヤマメ出ました。これはいいですね。スーパー出ましたよ。これはでかい。すごいね。九州産地スーパーヤマメです。約 36.5 ですね。でかい。これは素晴らしいのが出た。いやー、相当今回は体力使って開拓してきましたからね。いやー、出ましたね、とうとう。素晴らしい。最終日、ラストヤマメです。目の方との出会い、今回は本当楽しませてもらいましたね。素晴らしい。皆様お疲れ様です。マッスリー旅録、三山正和です。九州三茶の最終日迎えました。午前中だけなんですけど、今日はまたすごくね、最後いい魚、いいヤマメに出会えることができました。本当九州ね、これだけみっちり開拓できたのもやっぱり天気がずっと良くてですね、それで川もね、増水することもなく、そこまで雨もなかったんでね、ほんとみっちり約10日間、9日間か、ほんとみっちり開拓できましたね。去年来た時はね、ほんと大きな台風が来て、ほぼ開拓できなかったんですよね。ほんと激流と濁りで、まあ川は見て回りましたけど、ほんとそのイメージができづらかったんでね、今回はもう片っ端から20数箇所、地図でね、リサーチかけてたポイントを全て入らせてもらいました。
やっぱヤマメエノハっていうんですかね、九州ではやっぱりポテンシャルすごいですね。川もどこまで行っても、イワナ系になってもヤマメ入ってますし、まあサイズもね、あの山岳なのでね、そんな本流みたいにねバカでかいのはいないですけど、まあ昨日も本当36センチ7センチほどの渓流層でね、あのヤマメ出会えることができましたし、まあ尺ならばね、まあバラシも結構あったんですけど、結構本当歩けばね狙えるかな、まあ、東北に引けを取らないようなね素晴らしいパフォーマンスがあると九州には思います。まあ8月ね、まあこれからサイズ上がってもっと上がっていってね、魚もねかなり混色入ってかっこよくなってくると思うんですけど、まあ8月のこの夏のね、このヤマメっていうのはそれはそれですごく僕は個人的には好きで、一番いいタイミングに来れたんじゃないかなと思います。まあまだまだやりたいところはあるんですけど、まあ九州、大枠ね、これで4回目かな、ずっと開拓してるんですけど、かなりいい感じで探れることができましたね。まあ、この後四国入ろうかなと思ってるんですけど、まあ、雨郷ですよね、どれだけ、まあ、四国も何度か行ってるんですけど、まあ、新しいエリアちょっと行ってみようかなと思っています。まあ、引き続き旅力続けていくんですけど、本当九州いいですよね。ヤマメ東北行って取らないかもしれないですよね。本当素晴らしい、また来たいですよね。コンスタントに毎年来たいなと思える川でした。まあ相当リサーチしたんで、まだみっちり最上流まで冷たい川もいくつもあったんでね、また来年の課題にしようかなと思います。まあ言います、かなりヤマメでもね量刑のクオリティフィッシュがすごくすることができたんで、ほんと素晴らしかったと思います。まあ引き続き続けていくんで、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。